はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。リエロちゃんです。トゥクトゥクはここもさ、トゥクトゥクなんだね。カンボジアもタイみたいにトゥクトゥクがあれなんだね。そうだね、でもここは本当にタクシーっぽい。ちなみに僕は、トゥクトゥクを持ってました。持ってました。何回運転したの？3回運転しました、ね、200万で買って3回乗って50万で売りました。やばくね。やば。トゥクトゥク乗らせてくれようかな。ちょっと運転して見て。運転してね、運転したくね。無理だろ、そんな簡単に乗らして。いや、ちょ、乗らしてはいいけど、あ、運転させてなんて普通ないだろ。まあちょっとやってみよう、ちょっとやってみよう。オッケー。ごめん危ないよね。ということで、ウーバー屋さんにタクシードライバーの運転者になって、15分トゥクトゥクドライバーを体験できなかったけど、隣で社長の隣に座ることができました。名前は違うね。ヘンありがとう。いやありがとう。すごい、ね、優しいね、うん、なんか乗らせてって言ったらいいよって普通にお金も取らずになんか遊んでくれた、一緒に OK です。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。